こんにちは、山芋です。こんにちは。はい。まず今日はですね、ここ最近私間違ったことを動画にしてるので、ちょっと私の代わりにはピクミンから訂正をしてもらいたいと思います。はいです。この動画で山芋ちゃんなんかいろいろ言ってますが、金の苗と大きな苗の違いってことで解決です。山芋ちゃんはぎゅうぎゅうに詰まってるピクミンとお別れしていって寂しくなって錯乱してます。次にこの動画ですが、たまたまらしいです。でももう山芋ちゃん梅の花上限超えたやつも撒いたので検証できません。なんかすいません。なんかもう全部申し訳ないです。で、私ピクミンを野に返すの3匹でいいかな4匹でいいかなとかいろいろ言ってたんですけど、ポストカードで同じ種類5匹写ってる人いっぱいいますよね。5匹置いといた方がいいってこと？これ5匹いるでしょ？ほら、これも5匹いるでしょ？なんかね、5匹ずつ残そうかなって思ってます。あ、次にこれですね。なんかおわびきたね。こう全く私分かってないまま進めてたんですけども、なんかおかしかったようで、いただきました。ありがとうございます。該当者に一応配られてるみたいで、該当者じゃない人はもらってないようなんですけども、なんか私は該当者だったということですね。ありがとうございます。こうやって配っていただけるっていうのはすごいと思います。ありがとうございます。で、キノコのね、報酬が変わったということで、私前にこんな動画上げてたんですよね。だからこの時に、いやこのままでいいんだよって言ってた人はめちゃくちゃ怒ってると思うんですよ。お前があんなん言うからやんって思ってる人いると思います。前の方がね、田舎だと大きいフルーツが2人でもらえたんだよとか、あのまま星読んで量が少なくても季節のお花のエキスが3種類手に入る、量なんかいらない、質なんだっていう人がいたと思うんですよ。わかります。でも私はまだその段階に人類は至っていないと思うんですよ。今は仲良し度を上げることが大事なので、エキスが多いものが星読に来るべきだと私は思ったので、あの動画を上げました。すいません。正直赤いハート4つでいいと思うんです、仲良し度。それでも全然みんな時間かかるけど、撮ってるもん、星音。私も撮ってるもん。時間がかかるけど、いいんですよ。だってナイアンさんのゲーム、時間かかるゲーム多いじゃん。だから他のゲームやってる人は、正直怒ってないと思う。あと、ピクミンシリーズをやってる人も怒ってないと思う。だってピクミンは仕事に行くものだもん。あとキノコの報酬変わった話のついでに、近所にすごい可愛いミーの方がいて、でいつもね、普通のキノコに絶対入ってる人がいて、すっごい見てるんだなと思って、すごいと思って、私入れなかったなとかっていつも思ってるんですけど、その方ね、初め戦闘力300ぐらいだったの、お仕事力か300ぐらいだったのに、今ね600ぐらいまで上がってきてるんですけど、でもね、いつもね星音取ってるんです。周りの方たちがだいぶ強くなってきて、まあ、その方も強くなってきてるんだけど、周りの方たちもちゃんとお花咲かせて参加してて、毎回星音なんですよ。で、私も一緒に入った時に、あ、いると思ってお花咲かせてマックスの戦闘力で挑むんですけど、やっぱね、始めたばっかりの人とか、まだね、私たちみたいにこの最初からやってる人たちじゃない人と一緒にいた時に、一緒に星音取れた時ってすごく嬉しいんですよね。だからそのために赤いハートから黄色のハートにしてるっていう感じがします。弱い人、まだ始めたばっかりの人が笑顔になれたらいいなと思うので、一緒に行って弱いけど星音が取れる、これいいと思います。ポケモン GO で言うと、まあ、黄色のハートって正直私ポケモンの飴の XL を使って育てるみたいなイメージなんですよね。別にそれ使わなくても、それでも全然ゲームとして成り立ってるんですよ。赤いハート4つでもゲームとして全くつまらないし成り立ってるんですけど、それ以上に愛のある人が黄色のハートにすればいいだけなので、絶対しなきゃいけない、この人黄色のハートまでしてないじゃんって言う必要はないと思うんですよね。時間かかってもいいじゃん、楽しかったらって思うんですけど、どうですか？ダメですか？私は今ピクミン楽しいです。バグがちょっとあったりとかするけど、許容範囲です。はい、ではここでね、私のお題事情ですね。はい、赤い椿2500本のところまで来てます。さっきキノコ終わりました。ゆっくり進んでます。揃ってない時はね、急いでおかわりもしてやってたんですけど、揃っちゃったんでね、はい、10万本の方のおかわりも終わりましたとで動画にします。ちょっとね、もう土曜日なんで、ちょっとお花と
歩数はちょっとやめておきます。言うて土日そんな出かける予定がないので。あとピクミンの上限もなんか変わったんですよね。数がね、440コインっていうのはお得になったけど、ちょっと貯めるのがね、やっぱ無課金やか大変ですね。はい、もう一個完全無課金で、やっぱ40体まだ隊列組めてないので、お散歩するときに隊列が40体ない人はお花巻くペースがゆっくりなので、1日上限60コインってもうものすごい数値なんですよね。全然いかないんですよね。1日 2,3 枚コイン貯めるのが限度だと思うんですよね。まあ、レベルがね上がってくると全然大丈夫なんですけど、ちょっと400コインはねハードルが高いんじゃないかなって思いますね。はい、まあでも初期に比べたらショップもすごい充実してめちゃくちゃいいですね。見てるだけで楽しいです。服全部買っちゃってるんでね、出てこないんですけど、正直2年目でここまで進化してくれたのはすごい良きことかなと思います。ぜひこのゲームもビッグタイトルになってほしいです。アーニャさん、ギフトありがとうございます。バレンタインギフト嬉しいです。今もね、岩ピクちゃんが早く早くって言ってます。私が全然ハートいっぱいにしなくて、ピザに慣れてないから、ピザにします。はい、ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。